皆さんこんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。前回の動画で発表したんですけど、クレステッド月光のベビーを飼育し始めました。いやね、可愛いっすよね。モルフはフレイムダルメシアン、まあ、僕はちょっとモルフ詳しくないんで、フレイムダルメシアンっていうのがどんなね、モルフなのかちょっとよくわからないですけど、まあ可愛かったからね、まあモルフなんかね何でもよかったんですけど、まあ無事念願のクレステッド結構お迎えできました。で、名前なんですけど、いつもねレオパの時は結構ねどうしようかななんて考えるんですけど、今回はねもうパッとねビビッと降ってきましたね。でもうそれでねもうビビッと来ちゃったのですぐ決めちゃいました。名前はツケマティです。もう一回言います。ツケマティです。いやね、まあ、みんなねクレスを見たらまずやっぱりこの目の上のねまつげにね、まつげではないんですけどまつげみたいなこのね飾りに目が行きますよね。でまあそれがね、まあ、当然まつげっていうのが降ってくるわけですけど、でまつげからまあねつけまつげつけまみたいなねが降ってきて、僕の場合なんかつけまと一緒にねなんか全然関係ないクロマティが降ってきちゃったみたいなんですよね。クロマティ知らないかなみんな。もう1980年代から90年ぐらいまでにかけてね、読売ジャイアンツで活躍したあの野球選手なんですけど、まあねおっさんじゃないと知らないかなこれは。まあそのね、なぜかそのクロマティも多分一緒に降ってきちゃったんでしょうね。でまあつけまとなんか融合しちゃって、まあ、つけまティっていう名前になりました。どうぞよろしくお願いします。で今回皆さんにねその名前の報告とともにちょっと相談というかアドバイスをいただきたいなと思っているんですけど、まあ、うちレオパ3匹あとイエアメガエルとイモリと飼ってますけど、全部ね結構お迎えした最初の方から餌食いが結構ね良くて食べないみたいなことはあんまりなかったんですけど、今回このツケマティいまいち食が細いですね。で今もねやってましたけど、目の前にねコオロギを出してみたりミルワームを出してみたりとかするんですけど全く反応しないんですよね。で今はねこれミルワームをねもう半分にちょん切って体液をね舐めさせてご飯として認識してもらおうと思ってねやってるんですけど、だいたいねあのご飯かどうかわからないときはね体液舐めさせるとパクッと食べるよっていうのをよく聞くので、まあ、今回もやってみたんですけどいまいちねそれでも反応が良くないんですよね。だからもしね皆さんこういう時に何かねこういいやり方があるようであれば教えていただきたいなと思って今日の動画を作っています。でやっぱりねもう虫を食べないんですよね。今コオロギもねこうやって頭取って体液舐めさせて見てるんですけど、ミルワームもコオロギも反応なしと。でねなんかこうなんて言うんだろうな、見てこうピピっていうそういうなんて言うちょっとでもね反応を示してくれればね少しね可能性あるかなと思うんですけど、なんかいまいちねこうグッとこうロックオンみたいのもねしないので、いまいちね餌として認識してないみたいなんですよね。でショップではクレスゾルをずっとね食べてたみたいなので、まあ、クレスゾルを鼻先にねつけてあげて舐めさせて、まあ、食べさせてあげてくださいっていうことを言われてたので、まあいつもねクレスゾルは常に置き餌でも置いてるし、まあ一応練習でねまだ来たばっかりなんでもう食べないのはしょうがないかなと、環境の変化もあるので、
ただね、練習がてら少しでもね、なんかのタイミングでパクッと行ってくれたらいいなと思って、クレスゾルを上げる前にちょっと虫の練習をしています。もしね、いいやり方があったらぜひぜひコメント欄にて教えてください。でクレスゾルもね、本当にね、鼻先につけたのをもうなんかこれやだなと思って、あのもうなんていうか、取るために舌で舐めてしょうがなく食べてるっていうね、段階なんですよね。だからあんまりね、こうやりすぎてもね、こうね、今もそうですけど、ちょっと嫌がっちゃってる感じもするので、かといってね、あの全く食べてくれないのはそれで、それはそれでね、困ってしまうので悩ましいところなんですけど、まあ少しでもね、あの食べてくれればと。で自分からね、ペロペロなのかパクパクなのかしてくれるようになったらいいなと思って、毎日クレスゾルをね、鼻先につけるように今はあげています。クレスをね、もしこれ見てらっしゃる方で飼ってる方はね、何を人工飼料あげてるんでしょうか。あとちょっとね、クレスゾルあげてる方にお伺いしたいんですけど、実際これ1回ね、1日1回レビーだとどれぐらいの量をあげたらいいのかも僕ね、よくわからないで、まあ、レオパとかだとね、ベビーの時とか結構コオロギとかもね、バクバク食べるから、その感覚だとね、なんかこんなちょっとだけね、こんな人工飼料でちゃんと大きくなるのかなっていう心配もあるんですけど、なんかね、どれぐらいの量をね、食べさせればいいのかなっていうのもよくわからないところで今悩んでますね。ただもう今ね、ツケマティの方から食べないので、まああんまりね、無理やり量を食べさせてもあれなので、まあ少しでもね、少しずつ食べてくれれば、まあ OK っていう感じで今はやってしまってるんですけど、あとは環境に慣れてくれたら少しずつね、自分から食べてくれるようになればいいなと思ってます。今はこんな感じでね、口についたのをこう舐め取って食べさせるみたいなね、感じで食べさせてますね。まあね、少し手がかかるような感じもするんですけど、でも実際のところね、あの僕もこの餌やり結構ね、可愛いから楽しかったりもするんですけどね、まあ、ただね、やっぱりちゃんと食べてくれるようになることがまず第一なので、何かクレスゾルでも昆虫でもベビーの餌のあげ方でいい方法があったらアドバイスぜひお願いします。とりあえず今日はこんな感じで動画を終わっていきたいと思います。これからね、このクレスの動画もどんどん上げていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。